ここ角いると思うんだけど。はい。はい。はい。かぶっちゃったね。これ不正打ち。はい、こんにちは、グリードです。最近ね、毎日自炊の方を頑張ってまして、 Twitter の方に、あ、すいません、 X の投稿の方に僕の毎日の献立をアップしてますので、よろしくお願いします。何がよろしくだねはい、もうちょっとゲームのクリップも上げていきたいと思います。さあ、というわけで、新作の COD モダンオフェア3の、マルチプレイヤー発表まで1ヶ月を切ったわけなんですけども、そろそろね、こう COD のエンジンをね、ガンガン上げていこうかなと思いまして、今日のテーマはね、皆さん COD の歴代最強武器って何だと思いますかね。 COD はね、20年歴史があるので、まあいろんな意見があると思うんですが、僕はね、旧モダンオフェア2の ACR ですかね、AR なんだけど、旧モダンオフェア2はね、あのストッピングパワーっていうね、弾の威力を上げる恐ろしいパークがありまして、基本的に2発キルなんですよ、どの武器も。その中でも ACR っていう武器は AR なんだけど、本当に無反動、そう、反動が少ないとかじゃなくて、本当に無反動っていうアサルトライフルで、結構ね、そのいわゆる競技シーンのプロプレイヤーたちが AR とで最強といえば ACR っていう人が多いんですよ。で、 SMG は旧モダン2のね、まあ UMP かな、こちらはね、なんかね、サプレッサーかなんかつけるとね、全距離2発とかいう、まあ一種のバグというか、うん、今だったら考えられないような性能をしてるんですけど、これがね、ダントツで1位だと思います。今回はこの AR のヘムロックをちょっと ACR 風にカスタマイズしていこうかなと思います。こんな感じで、見た目はね、かなり昔のそのモダン2の ACR 風になったんじゃないかなと思います。このね、後ろのストック部分とか、まあ旧モダン2の ACR 知ってる人なんてもう今なかなかいないんじゃないかな。だってもうね、13年ぐらい前の作品になってくるから、わりかしもういい、僕みたいにいい年した人しか知らないよね、多分ね。今回はあの動画の最後にカスタム載せておきます。まあ動画見て、カスタム最後に見て、まあ真似してみてください。ほい、そこいるの分かってるぞ。うわー、結構狭いからな、ちょっと使いにくいかもしれないけど、まあそこでうまくやるのが、ん？ん？ん？逃げられ？ジュシャー、かっこいい、ジュシャー、ぽい、やー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 、あ、こっちじゃない、え、どれ、あ、え、これセンターですね。このマップ読みやす、リス。イージーピーゼー。危ない。まだこっち来るね。センターも来るな。おい、まーい。おお、いい伸びだ。ちょっと一旦前を押そうか。大丈夫そうかな。なんかエリア狭いな、やけに。オッケー、もう一回指重ねる。あ、やべ。あら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 。まだいるね。そこ。オッケー。いや、やっぱリスアリ、やっぱサーチばっかじゃダメだな。リスアリも挟まないとこう、スヤピしてくるわ、これ。そこ角いると思うんだけど。はいはいはい、こっちですね。次でもまだ湧いてない。オッケー、そこ空爆あるからな、敵さん来ないんじゃないか。こっちアドバンス指出ちゃってるよ。うわー、 KV さんナイスショット。でこっちやる、危ねえ。よかったな、今の。さあ、エリアはこっちだから、敵こっち来るしかない。3、2、1。ビンゴー、イエスイエス。
ッケー、いいね、このマップ最高だな。なんか COD って感じがする。オッケー、超楽しいやんここめちゃくちゃいいじゃん。いやー、うまいね。やばい。えい。いやー。ん、上か？どっちだろう？上だ。いやー。いやー。生き返るー。いやー。生き返るー。COD でキルするの生き返るね。なんか栄養補給してる感じがする。わお、うん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 、来てます来てます。結構脇近いからな、もうその辺来そう、来てそうだな。ほら指、なんか後ろ銃声する。おお、こっち見てくる。なんで買ったんだ今の。さあ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 、いや途中参加なのはちょっともったいないな。これはエリアの方に行きたいけどな。どうだ、行けるかな。あ、行けた行けた。地点やっちゃうか。なぜかセンターから。え、これセンターと右だね。ほい、重ねちゃうよ。ここ頭なしできた気がするな。あ、ここめっちゃ強いやん。来いよ、いいよこの位置。負ける気がしないね。バロはちょっとやりました。ちょっとやってやめました。刺してください。いや楽しいんだけどね、うん、バロも。やばそうこの辺。まだ湧いてるな奥。うまーい。この ACR ほんといいな。これ途中参加じゃなかったら100キルあった気がする。かぶりんこ、かぶっちゃったね。これ不正打ち。いや、これが COD よね。やっぱこれよ、これ。こうじゃなくっちゃね。結構ちゃんとトロフィー耐えてんだよな、敵さん。偉いね。OK。来るかな？これ地雷置いてあるな。センター戻ろうかな。センター戻って、そこから出てくる。それ弾拾えるかな。100いくかな。ちょっと狙ってみるわ。100キル。3、2、1。はい、フラグでダブルキルしたかな。 OK、 ちょっと前出てキルしてみようか。うわ、伏せてた。このあとちょっとなんだけど、ここでキルが縮まらないというよくあるやつ、よくある展開。何年も経験してるこの辺は。あー、これ100キルいかないかも。89 か。いや、これもう少し長引いたらあったかな。これは
まだそこいるんだ。残念。お、マジ生きた。お、待って。あ、嘘、これ生きるの。嘘、マジで生きてる、マジで生きてる。あぶね、待って、次こっち来る。近いね。もうレーダーしか見てない。いやだー、嘘、耐えられないのか今ので。ブラボーをポインして、ここ一緒に撃つ。オッケーオッケーオッケー。ブラボー飛ぶかな、飛んでくれたら嬉しいな。遅かったか、めっちゃ耐えられてるじゃないですか。オッケー、このアドバンス UAV が出てる時間もったいない。この間に次の UAV が出ればグッジョブ。オッケーオッケー、オッケー。そこ2人やってくれるよね多分。で C 来るからパンってやって、でまたアルファ脇か。ショットガンだったから距離取った。オッケーオッケーオッケー。ここスライディングでしょ、でこうでしょ。うおー最後あれダイブか何かしたらワンチャンあったかな、読み合い的に。よし、ナイス。はい、今回のカスタム構成ですね、こんな感じになっております。バレルにマズルに、アンダーバレル、サイト、ストック。まあストックが一番重要かな。ぶっちゃけね、バレルはね、本当だったら多分違うんだよね。これ昔の ACR だったらこんな長いバレルじゃないし、このアンダーバレルも昔の CO ではそんなカスタマイズできなかったからアンダーバレルもなしだとは思うんだけど、まあその反動、無反動に近い性能を再現するためにつけております。皆様も真似してみてください。さあ、モダンオフェア3に向けてちょっとね COD 頑張りたいと思うので、高評価ボタンぜひよろしくお願いします。それではバイバイ。